はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時半を回って4時40分ぐらいですね。はい、昨日6日月曜日の19時5分に出たニューズウィークの記事にこんなのがありまして、史上初にっていう台湾に急接近するチェコが中国を恐れない理由っていう、ジョン・フェンさんっていう方が書いて、英語のタイトルがないんで、元のタイトルは中国語でしょうかね。いやー、ようわからんけど。チェコが台湾に急接近している1月末、チェコ大統領の決選投票で勝利したペトル・パベルは、その直後に台湾の蔡英文、総統と異例の電話会談を行った。多くの国と同様、チェコは中国とは公式な外交関係にある一方、台湾との関係は非公式な経済的文化的な結びつきに限ってきた。今回の電話はこうした長年の関係からの転換といえる。そうですね。日本のね、例えば岸さんが蔡英文さんと会談することは今のところありえないんですよ。あれはそんなことしたらもう中国が劣化のことが起こるわけですよ。だから、総理大臣を辞めた安倍さんがね、台湾に行くとかいう話はあったんですけど、それはまあなんとかギリギリ OK なんて、一議員ですから。でも現役の総理大臣や現役の大臣がですね、台湾に行こうもんならですね、あんなも劣化なことが起こるわけですね。アメリカの下院議長がですね、台湾に行って蔡英文と話しただけでですね、中国はですね、台湾を海上封鎖するかのごとくですね、軍事演習を繰り返しました。まあまあ蔡英文さんが去ってからですけどね。なんで、日本の政治家でそんな勇気のある人はまずいないでしょうし、まあ、行くとか言ったら外務省が必死だと止めますね。一議員でもですね、なかなか行けないんですけども、このチェコの新しい大統領はですね、蔡英文さんとですね、就任するや、勝利するや否やですね、電話会談を行ったということですね。今回の電話はこうした長年の関係からの転換とも言えると、電話会談後のツイートで、パベルは台湾とのパートナーシップを強化することで合意したとし、蔡との直接会談を期待するとも述べた。いやー、直接会談したらえらいことになりますよ。専門家によれば、欧州の首脳が台湾トップと直接会談すれば史上初のことになるという。まあそうでしょうね。台湾と正式国交を結ぶ国は年々少なくなってきてます。中国はどんどんですね、切り崩しているわけですね、札束で。で、今ではですね、ほんの十数カ国だと思いますけども、ヨーロッパでは唯一 の台湾と国交を結んでいる国がありましてですね、バチカン市国です。なぜかと言いますとですね、中国にもですね、カソリック教会があるんですよね。カソリック教会があるんですけどもですね、そこのですね、司教責任者の任命権をですね、中国共産党はですね、自分たちにあるというふうに主張してるわけですね。なんで、バチカン市国には渡さないと。普通世界に派遣する司教はですね、バチカン市国のが指名するわけですね。お前行ってこいって言って、それをですね、中国の場合はですね、こう中国共産党が指名してるわけですね。それはっきり言うと厳密な意味ではカソリック教会とは言えないんですよ。そういう関係もあってですね、バチカン市国とですね、中華人民共和国は国交を結ばず、バチカン市国は台湾と国交を結んでるわけですね。で、ヨーロッパで唯一と。中国はなんとかそれを切り崩したいんですけども、その自国の教会の司教をですね、バチカン市国から派遣されることはもう何とかして避けたいわけですね。中国共産党って実はというか、まあ、当たり前ですけど宗教大嫌いなんです。
大嫌いなんですけど、名目上は親権の自由はあるわけですね。なんでそれで、カソリックも一応認めてるんですけども、その司教は自分たちが示すと。だから裏カソリック教会でございます。地下教会というべきなんですけど、自分らで勝手に集まってお祈りをしているのがあります。まあ、半ば非合法ですね。まあ、そういう関係にございます。で、今回チェコがですね、台湾と急接近しているというね、元 NATO 高官のパベルはこれまで、NATO と EU との同盟を重視し、ウクライナ支援を約束しつつロシアとしつつですね、すみません、これは私のパソコンの汚れです。しつつウクライナ支援を約束しつつ、ロシアと中国には強硬な態度を取ってきた。チェコというのは比較的地理的にもですね、ウクライナに近いんですね。で、チェコ人は、チェック人っていうのは確かスラブ系ではなかったかと思うんですけどね。スロバキアは完全にあれですね、スラブ系なんですけど、スロバキアというぐらいですし、チェック人は違ったのかな、よく分かりませんけど、ただもう一言ではないんですよ。長らくね、チェコスロバキアという国であった時にね、ソ連の首切りの下に置かれてですね、もう本当にこうひどい目にあって、あえだ過去の歴史があって、ソ連ロシアというものに対してものすごいアレルギーがあるんですね。でいつまたあんな目に遭うかわからんということでですね、今回のウクライナのことについては完全にロシアを非難する側に回っていて、小さい国ながらですね、一生懸命ウクライナを支援しているという事実があります。その点で言ってですね、ロシアを支援している中国は敵ですね。敵の味方は敵ということですね。中国とすれば経済制裁などで反撃に出たいところだが、中国とチェコの貿易関係は最小限で、チェコの対中輸出は全体の約 1% しかない。チェコに怖いものなしというところでこの記事は結んでますけども、同じような動きをしている国にリトアニアという国があります。バルト三国ですね。でリトアニアもですね、急速に台湾とのですね関係を深めてですね、中国との関係をまずくしています。で中国はですね、なもリトアニアのもんこたらへんとかって言うてですね、リトアニアって割合いい工業国、チェコもそうですけど、だからリトアニアで作られた部品が一つも入ってたら、その製品は買わないというような方針を出しますね。中国らしいでしょ。でチェコに対してもそれをやりたいんだけども、別にそれをやったところで大して意味がないということですね。だからもしこれでですね、チェコがですね、中国と断交して台湾と国交でも結んだらですね、習近平政権は地残弾を見ますね。まあそれだけならいいんですけど、それだけなら別にどうってことないんですけど、なんせね、中国という国は中国国内の権力闘争が凄まじいんですよ。なんで習近平がヨーロッパのチェコを失ったらですね、国交を失ったらですね、おチェコのお前何やってんの習近平というふうに、中国国内で長老どもがガイ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 とうるさくなるわけですよ。それが習近平だったら一番嫌なんですよね。チェコを失っても別に中国の国力からすればどうってもないわけですけどね。ただそういうですね、ありの一決になる可能性もあるし、国内がガヤガヤするのも嫌やということでですね、なんとかですね、とどめておきたいんですけども、有効な いつもの得意のですね、経済的に締め上げんぞとかいうですね、それができないわけですね。チェコの偉いさんがですね、台湾を訪問しようぜっていう直前にですね、直前に急にお亡くなりになるという事件がですね、1年ほど前に起こりました。このパベルさんもね、気をつけてくださいね。直前病気で亡くなったりしますし、突然こう交通事故に遭ったりしますしね、突然病状が変わってですね、亡くなるなんていうこともですね、稀にではなく起こり得ますから、中国やロシアに逆らうとですね、そういうですね、突然死の危険が迫ってきますから、ぜひ気をつけていただきたいなと思いますね。ただ実にこう旗から見てるとおもろいなこれということですね。頑張れチェコ、頑張れっていう感じですね。はい、突然亡くならないように願うばかりでございますね、本当にね。
まあ、かというてですね、チェコの国民全体にはですね、中国に対するアレルギー高まってまして、実はヨーロッパ全体でもですね、中国に対するアレルギー高まってるんですけども、もうフランスやドイツなんていう国はベタッと経済的な結びつきが出来上がってしまってるんでね、今から環境をまずくすることはできないんですよ。だから徐々にこう引いてってるのかなというのが少しは見える状態ですね。さて、ニュースウィークのこのサイトを一応貼っておきますね。みんな読んでしまいましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。